ミサコスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。今回は2024年3月にいたジョージアの様子をお届けします。それでは、レッツゴー。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。今回は、なんとジョージアに行くということで、だいぶ緊張しています。マジでいろいろびっくりしたんで、そのびっくりしたことは機内の様子をお届けしながら、後でミサコが喋ろうと思います。今回はカタール航空で、まずはドーハ、そこからジョージア飛ぶっていう感じになります。搭乗します。外が雨だったので飛行機揺れるかなってめっちゃ心配でした。機内も結構おしゃれな感じでとっても大好きです。機内の放送も個性があっていつも楽しみにしてます。カタール航空は帝国で飛ぶという意識をめちゃくちゃ感じます。というのをボーディングタイムがね1時間前だったの。これでもうダッシュしたんだよね。映画見ようかなと思って機内サービス確認したら秒速5センチメートル発見しちゃった。これ機内で見たら大号泣もんでしょう。ほぼ帝国に離陸です。お待ちかねの機内食。ドーハまでは13時間あるので合計2回出ました。最初は親子丼をチョイス。しばらく日本食とお別れなどでしっかり味わって食べました。カタール航空は本当にエンタメが充実しているので全然飽きません。結構爆睡してしまってあっという間に2回目のご飯。ここまで食うともう体内時計がぐっちゃぐちゃです。着きました。今トランジットエリア向かってるんですけど、すごいことを思い出しました。水、トランジットだけど水回収されることを思い出しましたよ。そうだわ、回収されるわ水。はい、ということで無事トランジットゲートを通過して、こんな感じでございます。やっぱり到着時刻結構ぴったり、ちょっと巻いたぐらいで着きました。カタール航空は本当に絶対に帝国で飛び立って帝国に着くんだっていう強い意志を感じますね。素晴らしいです。にしても来るときはめっちゃ焦った。いやー、よく寝たわ。乗り換え時間が3時間あったので仕事をしにラウンジへ。プライオリティパスマジで便利。機内食でお腹満たされてるはずなんですが、デザートを見にしたらそれ食べちゃいますよね。現地時刻は朝7時半ですが、そこワインを注文しました。朝からラウンジでただワイン、個人的な旅行の醍醐味です。コンセントにコードレス充電などできて本当に便利でした。しっかり日も昇って空港内がとっても明るくなりました。これ制限エリア内なのびっくりですよね。めちゃくちゃ緑が多い。さて搭乗時間になったので次はジョージア飛び出しまで移動します。周りが全部カタール航空で埋め尽くされていました。ザ・ドーハって感じ。ちょっと小さめの飛行機だったので通路も狭めです。もちろん帝国で離陸です。天気が良くて窓側は気持ちいいだろうなと思いながら眺めていました。離陸からしばらくして機内食です。え、どんだけ食べんのってこれ編集しながらめっちゃ思ってます。食べ過ぎだな、マジで。さっき白ワインだったので次は赤ワインです。やっぱりずっと食べてるし飲んでるわこの人。これめちゃめちゃ美味しかった。お肉もワインにあったよ。機内食はその国の料理が結構出るんで私はいつもワクワクしてます。そしてこの飛行機にはモニターがありませんでした。その代わりにスマホをモニターにできるシステムが整ってましたよ。これめっちゃ便利だった。あっという間にジョージア着です。初めての国は緊張も相まってテンションが上がりますね。空港でSIMカードをゲットしました。ジョージア着いたぞー。これから市内に移動します。イエイ。
実は到着した後に2回すれ違った日本人男性がいまして、まあ、2回あったら声かけるっていうなんか謎のルールあるんで声かけて一緒に市内に移動することにしました。聞くところによると彼も初めてのジョージアで世界を回っているカメラマンの友人と合流する予定っていうことでした。いろいろと話してたらとっても楽しくなって夕食を一緒に取ることにしました。でその前にそれぞれホテルにチェックインしてからっていうことで私は自分のホテルにまず向かいます。さあということで街をテクテクしております。このテクテク感いいね。あの日本語喋ってても人誰も分かんないしマジで一人でテクテクしてる感がいいです。どっちかな、こっち、こっちか、ここでした。住所がここ。わーよいしょ。あー、Thank you。 ほう、はい、チェックインできましたっていうか、なんとかチェックインさせてもらいました。いやまさか初めて、私いつもトリップ .com 使って予約してるんですけどホテルの予約ができなかったっていうのは初めてでしたね。なんでだろう。で聞くところによると、今日3月1日なんですけど5日からあの改装工事をするために閉めるんですって、このホテル。私11日まで予約してたんですけど、ん？届いてないよって言われて、お金も払ってるんだけどなと思って、だからオーナーさんの可愛らしい女性が来てくださいまして、いろいろ話して、で他のところ探すのをおすすめするよって言われて、今疲れてるから今日は泊まりたい、だから今夜だけだったらいいかなみたいに言ってて、でいろいろ話してたらいつか帰そうだからって言われて、じゃあ今日と明日2泊泊まりたい、今日の夜ここゆったりして、で今日の夜中に明日のホテルを探すっていうのはちょっと辛いと思って2泊したいって言ったら、いいよって言われて、やったって乗って部屋に来ました。ということでルームツアー行きます。はい、入り口のドア入ったらもうドーン、ベッド、え、可愛くない？もう全然十分なんだけど、そして机とお茶あります。でここにちっちゃい冷蔵庫があって、ああもう十分だよね。ここに10日間いる予定だったんだけどな、本当は。で、はい、ここが、ああドライヤーもあるし、洗面所、お手洗い、シャワー、ちゃんとソープもありますね。10日間痛かった、ここ痛かったよ。何これ、絶対いいじゃん。なんでここ10日入れないんだろう。しょうがないね。歯ブラシもあるし、ハンドソープもあるし、タオルも全部あります。さっきいろいろ中を案内していただいたんですけども、かなりコワーキングスペースが充実していて、お茶だったりとか結構いろいろありました。よし、シャワーかな。
今日なんかめっちゃメイクが濃いのはおそらくリップが赤すぎるからだと思う。いやもうすごいよ。ちょっとなんかリッチのマダムになった気分になる。さて2日目は明日からの宿をまだ取れてないので、ご飯を食べながら明日の宿を決定する。これが今日のミッションでございます。こっちだわ。中に何入ってるんだ。僕ってなんかわかんない。